ブレーメン美術館はドイツブレーメンにある美術館。1849年に開館し、1902年に拡張され、その後何度かの拡張を経て、2011年に大拡張が行われた。1977年以降、ドイツの建造物遺産に指定されている。14世紀から現代までのヨーロッパ絵画、16世紀から現代までの彫刻。 ニューメディア作品を収蔵する。特に19世紀から20世紀にかけてのフランスドイツ絵画が充実しており、クロード・モネ、エド・アル・マネ、ポール・セザンヌ、ロービス・コリント、マックス・リーバーマン、マックス・ベックマン、パウラ・モーダー・ゾーン・ベッカーなどの作品を有する。ニューメディアでは、ジョン・ケージ、オット・オ・ピエネ、ピーター・キャンパス、オラファー・エリアソン、ナム・ジュン・パイクなどがある。 素描としては、15世紀から20世紀にかけての作品22万点を収蔵し、ヨーロッパ最大級のコレクションとなっている。運営は、非営利のブレーメン芸術協会であり、14世紀から21世紀までの広範なコレクションを有する美術館としては、民営を維持しているのはドイツでここだけである。1823年、ブレーメンで、 34人の実業家が美的感覚の普及を掲げて芸術協会を発足させた。こうした芸術協会としてはドイツでは最も古いものに属する。当初は参加者限定の美術展覧会を行っており、入場券の売り上げや寄付をもとに作品の取得を進めた。発足10年後の時点で、油彩が13点、素描585点、 版画3917点を有していた。油彩画の多くは、オールドマスターによるもので、マソリーノの有名な、マドンナのほか、ヤンファン・ホーイエニア・ピーター・ウーアーマンといった17世紀、ドイツの画家の一連の作品が含まれていた。1843年以降、ハノーファー、リューベック、グライフスバルト、ロストック、シュトゥットガルトといった、近隣都市の芸術協会と共同して、 大規模の公開展覧会を開催した。1846年までには、教会の会員は575人にまで増えていた。ブレーメン芸術協会は、現在に至るまで、ブレーメン美術館の単独所有者であり、現在8000人以上の会員を要する。資金は、基金、寄付、遺贈、ブレーメン氏からの補助金で賄われている。1849年当時のブレーメン美術館。 芸術協会では、コレクションを展示するための美術館の建設を計画し、コンペティションの結果、若手建築家、ラーダー・ルッテンバーグが選ばれた。旧市街の近くの元ゴミ集積場だった土地に、1847年に着工し、1849年完成した。中央にアーチのある2階建ての建物であった。コレクションの大半は芸術協会の所有であったが、 建物は市の所有であった。入り口には彫刻家エイドルフ・スタインハウザーが制作したラファエロ・サンティ、ミケランジェロ・ブオナローティ、アルブレヒト・デューラー、ピーテル・パウル・ルーベンスという4巨匠の石像が建てられた。1902年に新設された中央ホール、第二次世界大戦で破壊。拡張の必要が高まり、1898年、コンペティションの結果、 建築家、アルベルト・ダンクルが内装に、エドゥアルト・ギルドマイスターがファサードに選ばれた。装飾は著名な彫刻家、ゲオルク・ローマーとゲオルク・バが選ばれた。1899年に着工し、1902年2月15日に完成式典が開かれた。ファサードは1904年まで工事が続いた。資金は、基金とブレーメンの実業家から拠出された。エマヌエル・ロイゼ デラウェア川を渡るワシントンの原作品は1942年9月5日の空襲で消失した。美術館は第二次世界大戦の勃発後まもなく閉鎖され、コレクションは地下室に運ばれた。1942年9月5日の夜、空襲で中央階段と2階の6室が破壊された。この時、大きさの都合上運ぶことができなかったエマヌエル・ロイツェの デラウェア川を渡るワシントンが消失した。今日、同作品の第2バージョンがニューヨークのメトロポリタン美術館に展示されている。この被害があってから、コレクションの大半はブレーメン州立銀行と北ドイツ信用銀行の地下の防護エリアに運び込まれた。空襲の激化に伴い、市長はコレクションを市外の安全な場所に保管することを決定した。 1943年から、搬出作業が行われ、絵画、素描、版画は、キリッツのカーンツ城、サルズウィドルのニューマハル城、ハーメルンのシュワバー城の3カ所に分散され、彫刻は、ビュッケブルク城に運ばれた。カーンツ城は、ベルリンに近いブランデンブルク辺境白領にあり、絵画50点、素描1715点、版画3000点を保管した。 この城は1945年5月、ソ連軍によって接収され、その撤収時に略奪された。また、ソ連軍は保管場所を開放したまま立ち去ったため、一般人が立ち入ることができる状態となってしまった。ベルリン市評議会長、カートレ・ウッチは、懸命の創作とブラックマーケットからの買い戻ししによって、何点かを取り戻すことに成功した。それでも、 ブレーメン美術館の損失は、プロイセン文化遺産基金とドレスデン美術コレクションの損失と並んで、ドイツの美術館の戦時被害の中で最大級のものであった。ブレーメン美術館収蔵作品のうち1500点以上が現在でも行方不明である。終戦直後の時期は、美術館の状況は最悪であった。1947年から1948年に、 かけてはアメリカ軍の兵士が展示室を宿泊場所として使った。繊細のため建物は美術品の展示には使用できない状態であり、その中でも1946年他の場所でコレクションの展覧会が行われた。1948年芸術協会125周年を祝って2階の樹室が一般公開を再開した。修復を重ね、 二階のすべての部屋が使用可能になったのが1951年であった。1961年、大規模な修復工事が行われ、階段とエントランスが近代的な姿となった。1982年、建築家ウェルナー・ダトマンによる拡張工事が行われた。この時、計画ではファサードの素材はガ岸として承認を得ていたのに、実際には、 赤レンガで工事が行われ、スキャンダルを巻き起こした。1990年、芸術協会は、老朽化した建物のワークショップ、保管庫、版画室の改修資金を確保した。1996年から1998年にかけて展示室の改修が行われた。照明や空調管理が国際基準に満たない不備なものであったので、 緊急性の高い改修であった。1995年、芸術協会の理事会は、美術館を守れというキャンペーンを打ち出して、資金提供を呼びかけ、1年で費用見積もり額の3分の1に当たる700万マルクを確保した。プレーメン州と連邦政府が残りの3分の2を拠出した。工事の難航により、総工事費は約2500万マルクに達したが、 追加費用は民間からの支援で賄われた。2009年から2011年にかけて、1961年と1982年の工事で建てられた部分が取り壊され、建築家、夫フ婦フナゲル、プッツ、ロフィリアンの設計に基づいて、延べ床面積5560平方メートルの2つの現代的なキュービックウィングが増築された。 延べ床面積7410平方メートルのメインビルディングも完全に改装され現代化された。費用は約3000万ユーロである。民間の実業家、基金が3分の1を拠出し、プレーメン主と連邦政府が3分の1ずつを拠出した。新しいギャラリーは2011年8月20日に開館した。絵画は14世紀から現代まで。 主に西ヨーロッパの作品を収蔵する。特に19世紀から20世紀にかけてのフランスドイツ絵画に歴点があり、ポール・セザンヌ、エドアル・マネ、クロード・モネ、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、フィンセント・ファン・ゴフホの重要な作品を有する。その他、マックス・ベックマン、ロビス・コリント、マックス・リー・バーマン、パウラ・モーダー・ゾオン・ベッカーの主要作品を有する。また、 ボルプス米での芸術家村の初期モダニスト作品も収める。その他、次のような画家の作品を収蔵している。素描、版画部には15世紀から20世紀までの素描、水彩画、版画22万点が収蔵されている。この種のコレクションとしてはヨーロッパ最大級のものである。次のような作者の作品を収める。ニューメディアセクションには、ジョン・ケージ、オット・オピエネ。 ピーター・キャンパス、オラファー・エリアソン、ナムジュン・パイクといった作家の作品がある。芸術協会では、ボチャ・ストラスさん芸術賞を設けたり、現代美術展覧会を開いたりして、現代美術の促進を行っている。1945年、ソ連軍の召喚、ビクトール・ボールディンが、カーン・ソジョーの地下から、ブレーメン美術館の収蔵品を発見した。彼は、完全な破壊から守るため、 レンブラント・ファン・レイン、ティツヤ・ノベ・チェッリオ、ピーテル・パウル・ルーベンス、フランシスコ・デ・ゴヤ、フィンセント・ファン・ゴフホ、エド・アール・バネの素描作品をスーツケースに詰めて、ソ連に持ち帰った。1963年、ボールディンは、モスクワ建築博物館の館長となった。1989年秋、彼は、ブレーメン美術館を訪れ、芸術協会に、ジョ場から、油彩が2点と、 素描362点を搬出したこと、これらをソ連の研究科学博物館に保管していることを報告した。その後、彼は作品をブレーメン美術館に変換するようソ連当局に働きかけたが失敗に終わった。当時はドイツからの略奪美術品はタブーであった。1995年、彼の名前を冠した展示会が サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館で開かれた。2000年の芸術協会からの正式の要請を受けて、2003年2月、ロシア文科省がボールディンコレクションをブレーメン美術館に返還すべきことを書面で約束した。しかし、現在のところ、ロシア政府は返還に応じていない。ありがとうございます。